それでは次に中東研究者の有志の会の皆様からスピーチをいただきたいと思います。はい、皆様、こんにちは。10月17日に、中東研究者の有志でガザの事態を憂慮し、即時停戦と人道支援を訴える中東研究者のアピールというものを出しました。で、本日は、その呼びかけにの中から、私、栗田と、会場にフロアにいらっしゃる、お茶の水大の三浦さんとですね、2名で、呼びかけ人で参加しております。で、手短に、どういう趣旨でこういう呼びかけを行ったか、あるいは、この問題をどう現在、ガザで起きている非常に悲惨な状態をどう捉えるべきか、述べたいと思います。で、最初にまず、私たち中東研究者ですね、中東の歴史であったり文化であったり宗教政治を研究している有志が、即時停戦を呼びかけをアピールを発したわけですが、なぜこういう、取り組みを始めたかというとですね、今本当にこれまで、パレスチナルーツを持つ方々話していただいたようにありえないようなことが起きています。今日ちょうど10月7日事件が起きてから2ヶ月目ですけども、この2ヶ月間今もう2万人近い市民が殺されていてですね、で特にこの戦闘いや休戦が一度あって、その後休戦後のまた戦闘開始されたからは、1日に100人とかですね、1日に日によっては300人とか、市民が殺されている。でそれを国際社会が傍観している、手をこまねいている前でそういうことが日々起きていると、本当にありえないようなことが起きている。で、何としてもこれを止めないといけないということは明らかなわけですけども、ただことを中東に関しては、非常に誰もがおそらく日本の市民がですね、こんなことがあってはならない、何かしないといけないと感じていると思うんですが、中東に関してはともすれば何か複雑で分かりにくい問題なのではないかですね。その複雑というのはなんかこれはおそらく宗教とか民族とかそういう、場合によっては聖書の時代に遡るような、あるいはユダヤアラブ対立、ユダヤとアラブの宿命の対立といったなんか根深い問題があって、その簡単にあまり判断できないのではないかとかですね、そういった感覚が働いて、ともすれば複雑で分かりにくい問題、あるいは遠い問題というふうにされがちです。でそれに対して私たち中東研究者はまさに私たちはそういう複雑さや中東の歴史とか宗教文化、政治、そういったものの専門なので、まさにその中東 の専門としてきた立場から、この問題を、どう捉えて、どう判断すべきのかという判断を専門家として示すべきだろうと、そういう思いでアピールを発しました。で同時に強調したいのは、そうやって専門家の立場から分析していくと、逆にですね、一見複雑で一見遠い問題に見えるものが、実は今ガザで起きていることというのは戦争とか占領とかですね、別に中東に限らず今の現代世界が抱えている切実な問題である戦争の問題、占領の問題、例えば沖縄だって、そういう問題を抱えていると思います。そういう意味で別に中東特殊論って方落ちる必要はなくて、これ実は複雑な問題でも遠い問題でもなくて現代世界共通の問題だってことは、逆に専門家の立場から解析することで見えてくる。でなので私これは別に中東の問題なんで複雑そうだと、宗教や民族の奥深い問題があるんじゃないかって遠慮している場合ではなくて、今日本の私たちも声を上げていい問題なんだよってことをむしろ訴えたい、そういう思いでアピールを示しました。で具体的なアピールについてはですね、今日は資料として、ハンドアウトをご用意しまして、日本語版と、それから最後に、これ英語版もありますので、英語版、アラビア語版、フランス語版もあるので、ホームページ等を見ていただきたいんですが、具体的なアピールの内容については、後でご覧いただきたいんですが、要は実は戦争とか占領とかそういう現代世界の誰もが、関心を持つような切実な問題であって、なので逆にそのアピール見ていただくと分かると思いますが、私たちのアピール非常にシンプルなものです。要するに即時停戦、戦争をやめろですね、それからガザで起きている人道的な悲劇を止めろ、ガザを救え、そして今国際法、国際人道法を守れ、
そして国際社会は戦争を煽るんではなくてですね、この問題はなんかイスラエルにどんどん戦争してもらって解決するしてもらうってではなくて、戦争を煽るんではなくて、対話と交渉に基づく平和的な解決をする環境を国際社会が整えるべきだというふうな、超当たり前の主張ですよね。非常に常識的な、即時停戦とか国際法を守れとかいうふうなシンプルな訴えということに結果的になりました。でただまあそのパレスチナ問題の背景ということで、中東研究者、中東専門の方のアピールということで、今日ちょっと特に注意を喚起しておきたいと思いますのは、例えばそのアピールの3項目目で、国際法、国際人道法の遵守が必要だということを私たち述べているんですが、ただその際にもちろん今イスラエルが行っている日々民間人をですね、無差別に人口密集地の、対して無差別な砲撃、空爆、そして地上侵攻を行って日に100人とか300人とか、殺戮していく病院とか学校まで、攻撃の対象にする、これ国際法違反であることも人命なので、戦争バリバリの戦争犯罪ですよ。でこれ国際法を守れということを当然求めております。それから、例えば10月7日の事件に絞ってみれば、ハマスが行ったことの中に、例えば野外音楽祭に集っている人たちを襲撃したり、無差別に殺戮するとか、あるいは人質を取るですね、と言っていたことで、これ、今の国際的な人道とか人権の観点から見て問題があるという点もあると思います。なので双方に対して国際法、国際人道法を厳密に守れということを求めていますが、同時にこのアピールの中ではですね、同時に、イスラエル、パレスチナにおいて占領地の住民の保護ですね、あるいは占領地への入植地の建設を禁じる国際法というのが守られてきたのかを同時に検証す、客観的歴史的に検証すべきだということを言っております。でここがちょっと最後、今パレスチナから来たルーツを持つ方々が話されたこととまさに関連するわけですが、やはりこの問題、パレスチナ問題ですね、今回の紛争の、危機の背景にはやはりパレスチナ問題があるわけですが、こう考える際に忘れてはならないのは、今我々なんかイスラエル・ハマス戦争とかイスラエル・パレスチナ戦争とかこう言いますが、これイスラエルとパレスチナというのは、あるいはイスラエルとガザというのは対等な関係ではないわけですよね。主権を持っている対等の 国同士がなんか揉めているって問題ではなくて、占領者と非占領者の問題です。で占領者というのはそのジュネーブ条約をはじめとする国際条約で、占領下の人々のを守ら保護しないといけないということが国際法で決められているわけですね。であるいは、占領地に入植しちゃいけないということも国際法で決められている。なので国際法を守れというので、あればですね、現在の戦闘危機の中での国際法の遵守と同時に問題の根底といいますかね、翻ってみると、現在のガザもですね、ヨルダン川西岸も1967年の第3次中東戦争以来延々とイスラエルが占領し続けている地域なわけですね。で今回の危機というのもそういう全く対等ではない占領者と、抑圧されている占領下の人々の間でですね、ある意味ではこれまで、西岸ガザを占領してきたイスラエル側が自ら本当は保護しないといけない義務があるはずの占領下の人々を虐殺し殺戮しているという、非常にあってはならない問題 で、これまで何回も集団殺戮ジェノサイドという、お話も出てきましたが、余計にそれゆえ非常に特殊な状況、単なるジェノサイドではなくてまさに占領下にあって国家主権で守られていなくて、何の無防備の人たちは一方的に占領者の側が虐殺するということがもう 2ヶ月間続いていてですね、それで国際社会が、容認してしまっているという意味でも非常に突出した異常な事態で、何としても早く止めないといけないということだと思います。はい、で最後にこの先ほど申しましたようにこのアピール最初17人で始めたんですけど、でただ中東研究者だけでなく、中東に関心を持つ市民の方々、そしてまたあるいは中東研究だけでなく歴史とか、政治とか社会学とかその他の研究者の方々にも呼びかけたところ、最初17人だったんですが、だから1日100人とか200人というペースで増えていってですね、で11月末の段階で4820人とか、
の署名をいただいております。でもちろんこれ本当はもっと何万人とか何十万集まってもおかしくないので、4820ささやかな数ではあるんですが、ただ研究者主体で始めたという点では、反応があったということができるかもしれません。そしてまた英語版を発表したところ、それが例えば海外ですぐ、ウェブに掲載されるとかですね、英語版からフランス語に訳されるといった形で、反応があって、で逆に海外の研究者から署名したいという申し出があったりもして反応もあるんですが、そういった運動の広がりとか、あるいは日本の市民からのこう、後でウェブを見ていただきますとアンケートがあって、自由に意見書き込めるようになっているんですが、そういう反応につきましては先ほど後ほど質疑応答のところで、もしお時間がありましたら、呼びかけのもう一人であります三浦さんの方から補足説明していただきたいと思っております。以上です。次に東京造形大学名誉教授で国際人権の方がご専門の前田先生お願いします。どうもこんにちは、前田です。私は中東研究者では全くなくてですね、ただ、アフガニスタンの、女性団体、ラワという女性団体があるんですが、女性の権利を実現するためのアフガン人の団体と長年お付き合いをしてまして、今年も、アフガニスタン、カブールやバーミヤンに行ってきました。今なかなか行けない場所なんですが、アフガンとの関わりではいろいろ活動してきました。ただ今日は、主催者からですね、ジェノサイドについて、分かりやすく話してほしいというリクエストをいただきましたので、国際人道法上のジェノサイドについて一言、ご説明をしようと思います。ただ、もし説明し始めれば何時間もかかってしまうような話ですので、ごく簡単な資料を皆さんにお配りしてます。私の、文章をお配りしてますが、これは関東大震災朝鮮人虐殺、今年が100周年になりますが、それを契機に、コリアンジェノサイドということで書いた文章です。でとりわけ、私の主たる関心は当時の摂政博仁がジェノサイドの責任を負うべきだという話で、これ100年間一度も議論されてない、最高責任者博仁の責任を追及するということが日本では全く行われていないわけですが、それを書いた文章をお手元に数枚お配りしてます。で博仁の部分は後でお読みください。でこの1枚目にジェノサイドとは何かということで解説をしてあります。でジェノサイドという概念は1944年にラファエル・レムキンという刑法学者が作った新しい言葉です。でレムキンはユダヤ系のポーランド人の刑法学者で、ナチスドイツの支配下で、親戚も殺されるという状況のもとアメリカに亡命をした人物です。でアメリカで書いた本の中にジェノサイドという言葉を使ってるんですが、その定義は1枚目の、右側のところに載せてある定義です。でところがこの言葉が4年後に国際法になったわけです。1948年のジェノサイド条約、レムキンが国連に乗り込んで一生懸命頑張ったわけですが、そこで作られたのが1枚目の左上に載せてあるジェノサイドの定義です。で、ポイントは、特定の集団を破壊する意図を持って行った、これが一つのポイントになります。でもう一つが、殺害とか、生存できない条件を課すこととかいうこの ABCDE という5つの行為になります。でこれが1948年の条約なのですが、1998年に国際刑事裁判所規定ができます。そこに全く同じ言葉が並んでいます。それが現在にも至ってますので、国際法上のジェノサイド概念はここに挙げてある、1枚目の左上と、それから一番下、同じことを挙げてありますが、これが国際法上のジェノサイドであるということになります。
で、そこの A をご覧ください。当該集団の構成員を殺害することとなってます。で、これ複数ではなくて単数形です。アメンバーです。つまりジェノサイドは大虐殺ではないということです。通常私たちはまあ大虐殺をジェノサイドと呼んでいて、それは間違いではなくて、それで良いのですが、ただ国際法上の厳密な定義としては大虐殺ではなくて、特定の集団を破壊するためにその集団のメンバーを一人以上殺す、これがジェノサイドになります。ということはガザでは日々毎日毎日いくつものジェノサイドが行われていると理解するべきことになるだろうと思います。で、先ほど来の、皆さんの発言の中で、1948年からずっとナクバが続いている、ジェノサイドが続いているという、趣旨のことが語られてますが、それは全体としてのジェノサイド状況が70年余りずっと続いている、その中で日々一つ一つのジェノサイドが行われているというふうに理解するべきだろうというふうに私は考えてます。で、国際法上のジェノサイドはその一つ一つの事件のことを指す、そういう概念だということです。ただメディアでは、あるいは私たちも普段は全体のことを指してジェノサイドと呼んでいる、その両方がガザで重なって起きているということだろうと思います。で、国際法上のジェノサイドということであれば、犯罪者を逮捕し起訴して裁判にかけなければいけません。それは現場で殺害しているイスラエル軍の兵士がまず直接的に想定されます。ただ、問題はそれを指揮命令した上官ということになります。上に上がっていけばネタニヤフという特定の固有名詞にたどり着く、その指揮命令系統の中で日々ジェノサイドが行われているとすれば、ネタニヤフもジェノサイドの責任者として責任を負うべきであろうと思います。で、その理屈はですね、お手元の資料の2枚目の裏以後に、ジェノサイドと上官の責任という文章をお配りしています。これ数ページにわたるので、ここでは、結論だけ申し上げますが、部下が戦争犯罪をした場合、それを止めなかった、知っていたのに、放置していた上官、この上官には戦争犯罪の責任があるという理屈です。これ国際刑事裁判所規定に書かれていますので、現在の国際刑法になります。同じことはジェノサイドについても言えるので、日々行われているジェノサイド、その総体について、全体について、最高責任者のネタニヤフにはジェノサイドの罪の責任が問われるべきであろうということになります。それが例えばウクライナ戦争で国際刑事裁判所でプーチンに対して逮捕状が出ているというのと同じ話です。あるいは旧オセラビアで言えばミロシェビッチやカラジッチが、捕まって裁判にかけられた、ミロシェビッチは裁判の途中で亡くなりましたけれども、あるいはルワンダのジェノサイドでは、アカイエスやカンバンダが捕まって、裁判にかけられて有罪判決を受けて刑務所に入った、これみんな一緒です。上官の責任、シュプリアレスポンシビリティとかコマンダーレスポンシビリティという言葉で言われてるんですが、最近のケースで言うと、国際刑事裁判所で裁かれたジャン・ベンバゴンボという人物がやはり現地に行っていないのに、裁かれるということがありました。これは上官として部下の戦争犯罪を放置していた、その責任ということになります。その意味で、繰り返しになりますが、非常に残念なことにガザでは日々ジェノサイドが行われている、そしてそのジェノサイドについて最高責任者として問われるべきはネタニヤフなわけですが、
しかし先ほど来、提起されているように国際社会はなぜ沈黙しているのか、私たちはなぜ沈黙しているのか、ネタニヤフにそれを許しているとすれば、まあ、直接の刑事責任ではないにしても私たちに政治的な責任や道義的な責任が問われるべきであろうということを私たち自覚しなければいけない。で、この世界が生きるに値する世界であるために私たちはその責任を自ら自覚して行動しなければならない、そういうふうに考えております。どうもありがとうございました。次に認定 NPO 法人日本国際ボランティアセンターの並木さんにお願いいたします。ありがとうございます。はい、ご紹介ありがとうございます。日本国際ボランティアセンターで広報担当しております並木と申します。今日は貴重なお時間をいただいてありがとうございます。で、私普段は広報担当をしているんですけれども、この情勢がですねあまりにひどいためにちょっと緊急的にアドボカシーも担っています。で、その立場上日本の政策を作ったり決めたりしている方々に最近頻繁に会いに行っておりますけれども、ガザには友人がたくさんおりまして、でそのガザに4人の子供がいる友人にですねそういった人に会いに行くんだよというふうに伝えたところ、まあ、彼女に言われたことがあります。でそれはその方々は人として共感できる心をお持ちなのか聞いてきてほしいと言われました。でその言葉をですね私はまだ外務省や国会議員の皆さんに伝えることができていないんですけど、それは皆さんきっとそれぞれベストを尽くしてくださっていると信じたいためなんですけれども、でも彼女が言いたいことは本当によく分かります。言葉ばかりで停戦という実を伴わない日本政府の国際社会の言動に対する深い怒りを現地の方々からは感じています。私声小さいですか？大丈夫ですかね？すいません。私たち JVC はですねパレスチナで30年以上活動を続けています。でその中で栄養失調に苦しんでいるガザの子どもたち家族を支えるプロジェクトを今まで実施してきました。私自身も担当していました。病院の支援も行っています。でその中で知り合った方々と10月7日以降もう今までも取ってたんですけど10月7日以降もですねできる限り連絡を取るようにしています。できる限りというのは決して私たちがサボっているということを言いたいのではなくて、皆さんご存知の通りガザの通信状況インフラがこれまでにも考えられないぐらい悪化しているために頻繁に連絡が取れないためです。で数日後に既読がつけばいい方かなと思っています。で連絡がついてもですね多くの方々がもう身の回りの描写すらできないような状況で、それは言葉にも表せないぐらい悲惨だからです。でパートナー団体であるエルワファー病院というところがありまして、院長のバスマン先生という方にお世話になっていて、病院の状況はどうかというふうに聞いています。で院長からはですねもう2ヶ月経って病院の状況や患者の状況は返ってこないです。もう10月からずっと電気や医薬品はないって、麻酔薬だってないって、それはニュースで見ていて皆さんも周知のことだと思います。で彼から返ってくる言葉もまた怒りと無力感にあふれているなと思いました。本当に数日前に帰ってきたんですけれども、彼が言っていたことはですね、イスラエルはガザにいる全ての人間を年齢や性別も無視して殺していると、そして世界はそれを喜びを持って見つめている、私たちはジェノサイドを止めるアクションを伴わない空虚な言葉を聞き続けていると、世界はありがとうと言っていました。私はこういった声が日本の政策決定者に響いていないことに本当に深い怒りを覚えています。で議員の皆さんがこの臨時国会の中で何度も質問を重ねられているのを中継で私も拝見しています。議員の皆さんに会いに行くこともあります。イスラエルのやってることは国際法違反ではないのかと質問を重ねられています。で答えはいつもこういう感じなんですけれども、具体的に日本は
詳細を知りうる立場にないと、法的な判断はできないというのがお答えかと思います。すべての犠牲者のケースを調べろとは言いませんと、誰もそんなことは言っていない。ただ起こってはいけないことが現地にはあふれているんです。それは皆さん報じていただいている通りかなと思います。でその一つをすくい上げて聞くだけで分かるはずです。明確にのこれは国際法違反で、法が何だと言えなかったとしても、人に怒ってはならない、私たちに怒ってはならない、あなたにも怒ってはならないことだというのが明確に分かるはずです。せめて国際法に違反している可能性があるとでも言えないんでしょうかね。本当に私は深い怒りを覚えています。もしくは聞いていただきたいです。 ICC に、国連機関に、 NGO に、メディアに情報あふれている。それなのに法的な判断ができない。それは日本政府の関係者が現場に入らなければ、入れなければ判断ができないと言っているように聞こえます。でもそんなことをウクライナの時にしたでしょうかね。命の重さは世界中どこでも同じなのではないかなと私は思っています。で、メディアの皆さんに心からお願いをしたいんですけれども、死者負傷者の数を数え続けるだけの報道はもうやめていただきたいと思っています。で、それは攻撃が始まった当初から現地の方々、ガザの友人たちが口々に叫んでいることでもあります。私たちは数ではないと。で、この未曽有の人道危機を私たちは人間として、人類として終わらせなくてはならないんだと思っています。で、それは心ある皆さんは分かっているはずだと思っています。ですから報じていただきたいのは、今いろいろなことが動いている、その中での課題、そして可能性を報じていただきたい、もっと報じていただきたいです。日本の首相がイスラエルの首相に電話をした、内容はこうだった、それだけでは日本政府の力が持つ可能性も、現在できていないことも伝わらないんだと思います。ですからもっと解説をしていただきたい。それから今あちこちで市民が声を上げて動いていると思います。彼らこそが本当に人が本来持っている良心を示してくださっていると私は思っています。で、その思いと行動をもっと報じていただきたいと思っています。私たち NGO もですね、この状況にいても立ってもいられないので、合同で外務大臣に対する要請書を出し続けてきました。で、即時停戦、国際法を守ること、人道支援の最大限の努力を求めてきました。で、今日はちょっとお配りしていないんですけれども、 JVC のウェブサイトに載せています。これからも出すと思います。この状況で年を超えるなんてことはちょっと考えがたいです。で、まずは停戦の実現を何としても行わなければならない。でも停戦が終わっても、皆さんお話になってたと思いますけれども、終わらないんですよね。この状況はパレスチナの人々の苦しみは終わらない。で、強いてはイスラエルの人たちが安全になることもないです。こんな不正義が続いていれば、こんな不正義に対して、では誰も何も手当てしてくれないんだから、不正義で返さなくちゃいけないんだと思う人たちはいなくならないですよ、きっと。それはイスラエルの人たちにとって望むことではないと思うんですよね。本当に今までずっとそうだった。私たちは行動を続けなければならないと思います。ぜひメディアの皆さんには引き続き小さな取り組みから諦めずに取材を続けていただけたらなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。次に作家の松下慎吾様、お願いします。これ入ってないので、嘘っていうか、もう普通に話します。いやでも自分の思いとかそういうのは載せなくても大丈夫です。本当にお願いじゃないです、約束してほしいことがあって、今日ハニーとアイダとタティアナとモハが話したことを薄めないでください、絶対で。私はこの7、8月まで西岸にいて、今ガザの中にも友達がいて、毎日夜の間やり取りをして、その昼の間はこうやって一緒に立ってる仲間たちがいて、海外でも
パレスチナのために立ってる人たちがどういう人なのかっていうのもものすごくフィジカルに分かってます。で、日本の中のそのプロテストの波がどういう感じになってるのかも感じてるんですけど、めちゃくちゃ甘いし、めちゃくちゃ小さいし、何も分かってないです。本当に。いや、ここに一緒に立ってるザックっていう仲間がいるんですけど、ザックは2日前にガザの中にいる友達からメッセージを受け取っていて、自分もそのボイスメッセージを聞いたんですけど、今目の前で自分のお姉ちゃんが死にかけていて、自分は子供が凍えてるから、自分の服をその子に着させて、自分は下着しか着てない。で、家の玄関の前にイスラエルの戦車があって、自分は外に出れなくて、多分というか本当に死にかけているっていうことを、いや本当に聞いてほしい、みんな。いや、ここに戦車があるっていうことを想像してほしい。そういう人生の中をこの4人が生きてきてるっていうことを想像してほしいし、私は西岸の中とそのガザの中からやり取りして、たくさん叫んで伝えると、伝えて分かったなってなると波が小さくなるんですよ。それ加担なんですよ。それは加担なんです。何が起きてるかとかっていうことを伝えるっていうことは加担なの。だって誰でもできるんだから、そんなこと。そうじゃなくて、それぞれが持ってる一番根源的な痛みと接続させて、今そこの外に戦車があるっていう状態になって、それよりひどい状態になってるんですよ。誰も分かってない、本当に。どうか今日話したハニーとアイダとタティアナとモハが話したことを薄めないでください。で、私はもうこの間国会議員とか記者とかいろんな人に会ったので、報道の中で何が勇気がある報道で何がそうじゃないのかっていうことをものすごいはっきり分かるわけです。で、約束してほしいのは、この間今日一緒に立ってくださった皆さんが本当に言ったように、戦闘とか戦争とか紛争とか、そういう言葉を一切使わないでほしい。で、ここに来てる方が使わないのはもちろん、同じ会社だったりそのメディアの同業の方にも絶対そういう言葉を、このパレスチナのことに関して、戦争とか紛争とか、そういうことを戦闘とか、もう絶対使わないでほしいです。で、メインストリームの報道が本当にひどいので、そういうところも変えていってほしい。それはもう最低限のことです。で、さっきモハがサンクションって言ってたように、経済制裁のことに言及しないっていうことは単に勇気がない、何も考えてないのと同じです。だからもちろん国際人道法の話はあるけど、市民たちができることもあるし、経済的なプレッシャーを真剣に考えないと意味がなくて、ボイコット、まあ非暴力の行動として本質的なことにボイコットがありますけど、ここ衆議院の会館で、ここの中に国会議員が、まあ、自分もあったりしますけど、国会議員がいたりするんだから、経済制裁のこととか、どういうことがあるのかっていうことって簡単に分かることなので、なぜ日本政府がイスラエルの政府に経済制裁を求めないのかとか、もし新聞社としてそういうことが書けないんだとしたら、少なくとも BDS ってこういうものがあるとか、消費者がボイコットできるのはこういうことがあるとか、投資を引き上げるにはこういう方法があるとか、政府は、で、それもうやってる国がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。日本とか西洋の社会だけです、こんなことやってるの。そもそも停戦決議に今すぐ停戦すべきだって言った国が10月の時点で120何カ国あったのに、本当におかしいんですよ、この国は。で、その中にいる私たちは本当に加担してて、私も西岸とかガザの友達の痛みを今この瞬間も無化して、今この瞬間加担してるわけです、これを。だから最低限、その戦闘とか紛争とかそういうのも一切使わないで、業界を変えるっていうことが最低限で、勇気がある報道は経済制、モハがさっき言ったようにサンクション、経済制裁のことに言及して、それを限界まで、できる限界まで乗せるっていうことです。今本当に私たちは歴史の中にいるので、それはすごくはっきり分かることなんです、そのみんなからすると。なので私個人の思いとかその経験はたくさん話す場があるので、今日皆さんに共有していただきたいのはそのことです。よろしくお願いします。では最後に、私たちパレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会のメンバーからお話しさせていただきます。
ここからは思う会から日本政府、報道機関、市民の皆様への要請を述べます。私たち思う会からの要求を述べるにあたって、まずその背景を説明いたします。10月7日以降のイスラエルによるパレスチナ攻撃がジェノサイドであることは明白です。そしてこれは今に始まったことではありません。1948年のイスラエル建国以来、イスラエルはパレスチナ人を虐殺し続け、追放し続け、迫害し続けています。パレスチナでは75年にわたって民族浄化が続いています。そして国際社会はアメリカをはじめとする西欧社会諸国は、その75年間を通してイスラエルによる民族浄化を黙認し続けてきました。その結果が今起こっているジェノサイドです。国際社会の一員として日本政府にも、そして私たち一人一人にも、民族浄化に加担してきたこと、止められなかったことへの責任があります。イスラエル建国に始まる民族浄化はイスラエル・パレスチナ両国の現在を規定しています。しかしそれにもかかわらず、この民族浄化はなかったこととして扱われてきました。国際社会が、私たちが民族浄化を忘却し黙認し続けてきたからこそ、イスラエルは民族浄化を続けられているのです。そしてこの忘却は今回のジェノサイドを報道する姿勢にも表れています。メディアはハマスによる攻撃をテロと非難するばかりで、イスラエルが民族浄化を行っていることには触れません。これはイスラエル建国と長年の占領によって生じたイスラエル・パレスチナの力の不均衡を無視した報道です。ハマスによる民間人への攻撃は戦争犯罪であり、断固として非難すべきことです。しかしパレスチナ人による抵抗は占領からの解放を求める戦いなのです。イスラエルは自衛の戦争を行っているのではなく、占領を強行しパレスチナ人を追放するための暴力を振るっているのです。そしてそれを報じないメディアは、イスラエルによる占領を正当化するイデオロギーに加担しているのです。例えば日本の報道機関は虐殺や違法入植をどれほど報じてきたでしょうか。デール・ヤーシーン、サブラ・シャティーラ、エビタール、これらの地名に聞く覚えがある方はいらっしゃいますか。これらの場所は1948年に虐殺があった場所、現在も違法入植が進んでいる場所です。欧米で虐殺があったとして、その地名さえ報じられないことがあるでしょうか。パレスチナ人の民族浄化は人類すべての恥です。1948年に70万人以上が故郷を追放されて、いまだに帰還できず、そして今また大勢の人々、少なくとも1万6千人以上の人たちが私たちの目の前で殺されています。そして100万人以上が家を追われているのです。これは同じ時期の日本の人口に換算すれば、75年前に家を追われた3600万人がいまだに国外におり、その多くはそのまま死んでしまったということです。そしてこの62日間で36万人以上が殺され、2293万人以上が難民になったということです。そしてこの主要国はこの問題を無視し、75年前の虐殺と追放に関してはその存在さえ否定しているということなのです。こんな不正義がまかり通る世界で、私たちは誰一人自由になることはありません。以上の点を踏まえて、今から私たち学生若者パレスチナを思う学生若者有志の会から、日本政府、報道機関、そして市民の皆様、あなたたちへの要請を述べさせてもらいます。最初に日本政府への要求です。思う会から日本政府への要求は2つあります。第一に、イスラエルによる侵攻、これをジェノサイドを含む民族浄化として認めて強く批判し、あらゆる外交的、経済的手段、可能なあらゆる手段をもってこれを停止させるべく行動することです。
先におっしゃってくださった方がいらっしゃる通り、イスラエルによる侵攻、あらゆる一日のあらゆる攻撃がジェノサイドであることは明白です。恒久的な停戦に向けてイスラエルに直接圧力をかけ、またアメリカをはじめとするこれに加担している主要国にも働きかけること、私たちはこれを日本政府に要請します。第二に、イスラエルによるパレスチナの占領を黙認する態度を放棄し、パレスチナ人の平和的生存権確保に向けて行動すること、これを日本政府に求めます。イスラエルとパレスチナの間には75年にわたる占領の歴史と、それが生んだイスラエル側の圧倒的な優位があります。皆さん何度もおっしゃっている通り、これは戦争ではありません。それにもかかわらず、ハマースのみを批判する日本政府はイスラエルによる民族浄化の歴史、75年の民族浄化を無視しています。イスラエルによる長年の占領迫害を直接非難し、直接批判し、パレスチナ人の平和的生存権確保を抜けて動くこと、これを要請します。なお、岸田首相は先の COP28 のイスラエルのヘルツォグ大統領との会談において人道支援への協力を要請しています。またその他、上川外務大臣は先月のパレスチナ訪問にて同国への計7500万ドルにも上る人道支援を約束しています。しかし、ジェノサイド、毎日起こっているジェノサイド、民族浄化を無視して人道支援だけを行うこと、これは目の前で殺されている人々への同情を示しながら、しかし殺人そのものは止めない、殺人者に対して何も行動を起こさないのと全く同じです。私たち思う会は、ジェノサイドを止める政治的行動、実際的な効果のある行動こそ今現在必要な行為であると強調します。で、そして私たち思う会はこれと同じ内容の要請文を上川大臣に提出しています。さて、次に報道機関、皆様を含む報道機関への要請です。思う会から報道機関への要請は3つあります。第1に、対テロ戦争、自衛、そういった枠組みではなく、イスラエルによる占領の歴史を踏まえた報道をすることです。イスラエルとパレスチナの間にある力の不均衡は圧倒的です。対テロ戦争の枠組みでの報道は、イスラエルによる自己正当化のイデオロギーへの加担に他なりません。中立的な報道はありません。不正義を糾弾しないことは、それは不正義そのものと全く同じです。正義に基づく報道、すなわち歴史と背景を踏まえた報道を報道機関の皆さんにお願いします。第二に、国際人道法の観点にのっとった報道をすることです。イスラエルによる一連の民族浄化は、今回のジェノサイドだけではなく、ガザ地区の封鎖や西岸地区におけるパレスチナ人への襲撃、違法な入植地への拡大といった暴力を伴っています。そしてこれらの行為が国際人道法の違反であることは明白です。メディア各社にはこの観点にのっとった国際人道法の違反をつく報道を要請します。第3に、パレスチナでの民族浄化を継続的に報じることを要請します。民族浄化を許しているのは、これを続けさせ続けているのは私たちの忘却に他なりません。75年前からジェノサイドは毎日のように起こってきました。そして世界は停戦、鍵括弧付きの停戦、大規模な攻撃が終わるだけ、それだけで忘却を繰り返し、何も報じず、そして私たち市民もこれを忘れてきました。次のジェノサイド、明日のジェノサイドを可能にしたのは、この私たちの忘却に他なりません。私たちはもうこれ以上忘却をジェノサイドに加担するのを繰り返したくはありません。継続的な報道をお願いします。最後に、私たちから市民、学生の皆様、あなた方自身への要請を述べます。私たちからの要請は3つあります。第一に、パレスチナについて考え、調べ、共有し続けてください。パレスチナ人の民族浄化に絶対になれないでください。虐殺を許しているのは、民族浄化を許しているのは、世界の私たちの忘却です。パレスチナについて学べる本は日本語でも多くあります。また国外での報道、勇気ある報道を翻訳してくださっている方や、パレスチナ、ガザ、現地からの報道、ツイートとそういうものを翻訳してくださっている方も多くいらっしゃいます。
第2にジェノサイドを止めるための行動を今すぐに起こしてください。ガザでの虐殺は今すぐ止めなければいけません。私たち市民全員で声を上げて日本政府を動かしましょう。デモに参加して声を上げましょう。私たち訪問会は明日も渋谷でデモを予定しています。オンラインのデモもございますのでぜひ参加してください。第3に BDS、 これはボイコット資本引き上げ制裁運動というものですが、 BDS に参加してください。これはイスラエルによる企業、イスラエルによる占領に加担する企業に対してボイコット資本引き上げ制裁で反対を示す運動です。市民ができる行動としてボイコットについて話します。ボイコットの対象として有名な企業ではプーマが対象となっています。またイスラエルは占領地で占領地パレスチナ人の土を使って果物を育てています。なのでイスラエル産のレモンやオレンジ、そういったものもボイコットの対象です。そして皆さんがよく使うマクドナルドはイスラエル軍に無料で食料を提供しています。人を殺すための食事を提供しています。そしてグーグルとアマゾン、これらの企業はイスラエル軍によるパレスチナの監視 AI による監視技術資金で提供の提供によって支援しています。これらの企業に私たち市民が圧力をかけることは可能です。私たち市民にもできることは数多くあります。私たちにもまだ止められる殺人があるはずです。虐殺に加担しないことはできるはずです。パレスチナを生きる人々、パレスチナの人々との連帯の声を上げ続けてください。ありがとうございます。ここでメンバーの、メンバー2人から私たちがなぜこの活動に関わっているのかということをお話しさせていただきたいと思います。私は都内の大学院に通う学生です。今私たちはガザで民族浄化、ジェノサイドを目の当たりにしています。1948年から75年にわたって続いている民族浄化です。今現在も私たちの想像をはるかに絶する暴力にさらされながらガザで西岸地区で生きているパレスチナの人々がいます。現地の惨状を命がけで報道し続けているジャーナリストの方々がいます。しかしそのようなパレスチナの人々の声を日本社会は、国際社会は無視し続けています。今すぐにでも聞かれるべき声、国際社会が応答すべき声、それを差し置いて無視されている状況で、ここで私は一学生である私が話すということには少し抵抗がありました。私はパレスチナにルーツがあるわけでも、パレスチナに関する専門的な知識がある研究者でもありません。ガザや西岸地区に行ったことがあるわけでもありません。ほんの数ヶ月前までパレスチナで起きている民族浄化についてほとんど知らずにこの社会で生きていた一学生です。そんな私はここ数ヶ月デモで出会った思う会の仲間たちとともに即時停戦、そしてイスラエルによるパレスチナの占領や民族浄化について声を上げてきました。そして私は活動を通じて確信したことがあります。パレスチナの問題は私たちの問題です。今まで沈黙を貫きパレスチナの状況を放置してきた私たちこそが声を上げるべき問題です。過去75年にわたって行われてきたように、そして数ヶ月前の私のようにパレスチナで起きている民族浄化に対して沈黙を貫き続けることは私たちがこの虐殺に加担していることと同じです。ガザでは人々が封鎖された土地で逃げ場もない中殺されています。この状況を前に中立な立場などありません。中立を装うことは、そして沈黙を貫くことは目の前で起きている虐殺を見て見ぬふりして加担しているのと同じです。だからこそ私はパレスチナと連帯して声を上げます。一人一人の沈黙が虐殺を生み出すのであれば、一人一人が虐殺に対して声を上げて行動することでこの状況を変えることができると信じています。そして私にその力があるのであれば、この社会に生きる一人一人皆さんにもその力があるのだと思います。
皆さんと私は、そして何よりもここにいる、そしてパレスチナで今この1秒を生きている人々と共に連帯して、これからも声を上げ続けていきたいと思います。ありがとうございます。自分からもメンバーを代表して話をしたいと思います。私はアラブ文学を勉強する者として、パレスチナについても勉強してきました。それで一番の怒りは、そのパレスチナ人に対する虐殺が21世紀になっても、でさらにそこから20年経っても未だに起きているということです。でガザについて言えば、2008年、2009年、2014年の時、その時にもそのパレスチナとは何か、ガザとは何か、どんな不正義があるのか説明してきました。にもかかわらず、また繰り返して、でこういった皆さんがまた同じ説明を毎回しているということ、これに対する怒りというものがあります。でガザについて言えば、ガザの人口の半数は18歳未満の子どもです。で自分より若い人たちが封鎖されたガザしか知らず、そして人生ですでに5回も空爆を経験して地上侵攻を経験しています。この異常さ、そしてこれを許している世界への怒りというものがあります。で今世界はリアルタイムで虐殺を目撃しています。 SNS には現地の人々やその現地にいるジャーナリストの叫びで溢れています。で亡くなった方一人一人の名前を我々は知ることもできるし、生前のその姿を写した写真だって見ることができます。でその方々が英語で投稿しているのは自分たちに読んでもらうためです。こんなあからさまな虐殺がこれまでにあったでしょうか。で私たちは今すぐ停戦を実現しないといけません。そしてもし実現したとしても、イスラエルの占領政策に終止符を打たなければ、どれだけ支援したとしても、その穴の開いたバケツに水を注ぐような状態が続くことになります。なので今すぐ私たちは停戦、そして占領の停止を実現させなければいけません。でパレスチナから絶対に目をそらしてはいけませんし、パレスチナについてずっと語り続けていかなければなりません。そのために、自分はパレスチナの方々の声を翻訳して、そしてこういった活動に参加したりしています。以上です。ありがとうございました。質問のある方は挙手をお願いいたします。質問のある方いらっしゃい、お願いします。すみません、東京新聞の東京新聞の佐田と言います。あ、ライブの方先ほどその松下さんの方から、あの2日前の後ろに立たれている方のこうお姉様の状況というのを説明があったんですけれども、そのこれはパレスチナルーツにある方の方がいいのかもしれないんですが、その現地からその戦争再開後にどんな声が聞こえてくるか、どんな被害の声が聞こえてくるかだとか、ご友人、知人ですね、それをいくつか教えていただければと思います。愛子さんが英語で翻訳したして 3人が答えたらいいんじゃないですか。So basically the question is whether you guys have heard from anybody on the ground from people that Palestine, as Shindo mentions, like Zach's friend, if you have any friends or family or people you know from the ground. We've been able to speak to my family that's in Gaza right now, and they were in Khan Yunus before, and after the pause ended, they got instructions to leave Khan Yunus because it was going to get bombed. So they left Khan Yunus, went more south towards the border, and they're homeless now. Even though they were, you know, they evacuated their homes early on from the north, but they were still staying in, you know, other people's and relatives' homes. Up until now, they're, you know, in tents and with everybody else. So you have some places, some rooms that have 40 people in one room. So that's why when, you know, there's an airstrike,
you hear these crazy numbers at once, like 40 people. And maybe people will think, oh, how is that so? But no, there's 40 people crammed in, you know, one room, all sleeping on the ground. Everything is getting worse, the situation, the food, water, electricity, all the sicknesses, diseases that are spreading, lice. It's horrific, and it's 10 times worse than what we're seeing on social media. You know, there's the smells that you can't smell, there's the sounds that you can't hear from here, but you know, all of these things, they're experiencing it live and firsthand. And yeah, I mean, they're desperate and they're scared, and they want to stay alive because they love life, but they're worried that they're next. And you know, we've just been receiving goodbye messages, so you know, them telling us how much they care about us and how much they love us, and how much they want us to stay strong and to, you know, keep the fight for liberation for Palestine. But you know, for us, it's like, what does free Palestine, how, like, what's the value of that without any of the people that we love? What's the point of a free Palestine without our family and friends? はい、私はガザにいる家族と話すことができています。もともとはハンユニスにいたんですけれども、まあ、あの虐殺が再開し始めて、まあ、それから、まあ、ハンユニス を離れることになって、もっと南の方へ行きました。で、南の方に行くっていうことはホームレスの状態になっているっていうことです。まあ、自分の家から追放されたっていうことです。で、いろんな人たちの家に泊まりしながらテントなどに住んでいます。で、この一つの部屋っていうところに実は40人ぐらいいたりするんです。まあ、40人詰めた状態でいるんです。で、だから情報としては空爆によって40人が殺されたという報道とかもありますが、それはなぜかというと、一つの場所に40人詰めた状態でみんな寝ているからなんです。で、この状況は本当にもっと悪くなっているばかりです。水もない、食料もない、 病気も広がっている、シラミなどもある、まあ、いろいろなことの中でみんな生活しているんです。私たちが SNS 上で見ていることの10倍何十倍もの悲惨な状態なんです。私たちは SNS によって匂いであったり音であったり聞こえてないことがいっぱいあるんです。でもこういう状況を私の家族とかパレスチナにいる人たちはみんなもう自分で体験しているんです。みんな怖がっています。でもみんな生き延びたい、みんな生きていたいと思ってますが、次自分かもしれないと思っています。なので今さよならのメッセージが私たちには届いているんです。で、私たちのことがどれだけ好きか、私たちがどれだけこのまま強くいなきゃいけないかっていうメッセージが届いてます。私たちがパレスチナの解放のために戦い続けなきゃいけないっていうメッセージが届いてます。でもパレスチナの解放がこの私たちが好きな人たち、私たちが愛する人たち、友達や家族が亡くなった上の解放なんてどういう価値があるんでしょうか。それを私は今考えてます。I'm going to say it in English too. About my friend, I can tell you more about what I've received. You asked about the voice, what was his voice? I just felt despair. Like you could see, you could hear, you know, last week, 2 weeks ago, his tone of voice, you see that, you know, people are tired, like exhausted, they feel very like hopeless. And often he's... told me that, you know, he feels like happy to hear my voice because he knows that he's not forgotten, that we haven't forgotten them, because often they ask themselves, you know, seeing that things don't change, just get worse every day. They feel like they've been, you know, abandoned.
and about the situation. My friend was posting about what was happening, what is happening, and he received, him and other people he knows, received phone calls from Israel telling them, stop posting, remove your Instagram account, or you'll see what happened, what happens to you and your family. And so that's what he did. And him and his brother both were posting about, you know, things on the ground. They stopped, and they've decided that they should send their family from the beginning to towards the border, Rafah, and they should be separated from them, because if anything happens to them, it wouldn't happen to their family, you know. So they've been running from place to place, you know, never settling anywhere. At one point he told me, like, I almost died 15 times. He was on the second floor of a building, and then the first floor was bombed. It happened, you know, almost every day. And for him, in his case, he was already a refugee. He was already a refugee, and his refugee camp was bombed. And he is, again, a refugee and homeless, like Hanin said. And just before the truce ended, he called me in the morning, because they didn't have Wi-Fi until 10 a.m. And he had, like, just a little bit of megabytes left on his cell phone. So he called me asking me, is the truce over? Because I need to know if I... They managed to get back to their house, which was, like, sort of still standing. And he was like, I need to know if my I have to evacuate my family. He called me in Japan to ask me if the truce was over, if he needed to evacuate his family from his home. This is the kind of messed up situation that, you know, they're in. And this is just the, you know, the things that you can talk about because they tell you, which means that they're alive. You know, and you, there's so many stories that we don't hear of, or that we hear and see, and, you know, nothing changes. You know, if you need information, you don't need us, you just go on social media, you see, like, all the videos, all the testimonies, all the stories. Yeah, that's it. 先ほどあの新藤さんが言っていた友達 の話をもう少し私も続けたいと思います。その私が今友達から受信しているその気持ちっていうのはもう本当途方に暮れているような気持ちを私は今受けています。本当に2週間前に話した時は本当に疲れている、希望がないという形だったんです。でその時に私と一緒に連絡が取れた時に私の声を聞いて よかった、忘れられてないって感じられた。やっぱりあちらの方にいると本当毎日忘れられてるんじゃないか、みんな何も状況が変わってないってことは世界が私たちを置いてってるんではないかっていう状況なんです。私の友達はイスラエル政府から連絡があり、今すぐ SNS などで今の状況についてあの投稿するのはやめないと、あなたたちまた家族たちにあの危険がある、どうなるか知らないよっていう連絡がありました。それで彼とその兄弟はそのまま投稿を続けていたんですけれども、投稿をやめました。でそして家族たちをラファの国境の方へ行くように指示しました。彼らが投稿しただけで家族たちに何かが起こるかもしれないと思ったから。でそれ以降彼らはずっと一つの場所から一つの場所で避難し続けています。どこにも止まっていません。なぜかってもう彼らから聞いて、私の友達から聞いてることとしては、もう15回以上自分は死にかけたっていう話を聞いています。2階にいた時に1階が爆撃された、そういう話を聞いています。ただ彼は実はその前からもうすでに避難民だったんです。レフュージーだったんです。でその難民キャンプがもう爆撃されて、難民キャンプが爆撃されて今またホームレス状態になっているっていうことです。で休戦が終わった後、
休戦の前の話ですけれども、その時 Wi-Fi がなくて、朝あちらの朝の10時になんとか携帯に少しだけデータが残ってたので連絡が来たんです。今休戦は終わったかっていう質問がありました。それは休戦が終わったってことは、今家にいて、今家が建っているっていうことを確認できている、家族と確認できているんだけど、もし休戦が終わっているんだったら今すぐまた避難しなきゃいけないから教えてくれ。僕はここ日本にいるにもかかわらず、そこにいる人たちは休戦が終わったかさえもわからないから僕に連絡してるんです。そんなような今ふざけた状態なんです。そういうことを私は話したいと思っているし、彼らはやっぱり生き延びたい、友達は生き延びたい、私たちは本当にこういう声もことも聞けるんです。 SNS とか見ればビデオとかもストーリーもいっぱい上がってるんです。聞こうとすれば、見ようとすれば見えることなんです。本当に今の状態がこれだけひどいっていうことを僕は伝えたかったです。他に質問ある方は、ありがとうございました。新聞赤旗の林と申します。外務省に文書を届け、要請文出されたということについて伺います。外務省の反応はどんな様子だったでしょうか。外務省に提出したのが今週に入ってからで、あまり日が経っていないのでそのせいかもしれませんけれども、何もないです。並木さんの方のやつですか。あ、会だけ有志の会の方が出した、5日に出された、はい、ものを手渡された時に、あ、いや、上川大臣がその市民の声を受け取っているフォームメールアドレスがあるので、はい、そこに提出しました。そうなんですね。はい。それで反応はない。ないです。他にご質問は。そろそろ15分なのであと一つ二つぐらい。ありがとうございます。じゃあお二人で最後にしたいと思います。NHK の久保田と言います。ハニーさんが先ほど、住民がみんな南の方に追いやられて、さらにラファの方に今導かれているという話だったんですけども、その今回のことは、まあ、そもそもハマス の攻撃に対する報復という名目でイスラエルの攻撃が始まっていますけれども、でもその最終的にハニーさんがおっしゃったような、外にこう、まあ、住民を追い出す、あるいは全員殺害するというようなことは当初から実はその意図されていたというふうに感じていらっしゃるかどうか、つまりその報復としてやっててしょうがなく殺されてるんじゃなくて、もともと彼らのプランが最初にそういうことがあってやってることだというふうに感じていらっしゃるかどうか教えてください。Yeah, it's always been the plan to push Palestinians out of our land. As I said, Plan Dalet, if you check Plan Dalet on Google, it's literally details how they will do it and what military tactics they will, they will do in order to succeed in taking Palestine. So this has always been the plan. It has nothing to do with October 7th in any way. This has always been the plan. So, PLAN. D-A-L-E-T, Plan Dalet. And can I add something? You don't have to go really back in the two months before the war. Netanyahu was in the UN and he made it bring the big map with the Great Israel, and in both West Bank, Golan Heights in Syria and Gaza was inside of it. So it's not like, なんですけど、さっきの言ってたハニンさんがもう2ヶ月、それその2ヶ月前ぐらい UN でネタニヤフが入って
で、あのチーズ出して、そのチーズがグレートイスラエルって書いてあったんですけど、グレートイスラエルが、ガザ、ウェストバンクと、ジョランハイツ、シリアのが全部イスラエルに込まれてるが、これ2ヶ月、戦争の2ヶ月前ぐらいで、あの発表しました。なってます。はい、あとハニーさんの、答えをちょっと一回あの翻訳しますけれども、いや本当にあの元々の計画です。パレスチナの人たちを追放するという計画です。私も先ほどスピーチでも言いましたけれども、ダーレット計画っていうものを検索すれば、その中にどういう詳細があるのか、どういうあの軍略でどういうふうにこう追放民族浄化を成功させるかっていうのがもう本当に詳細に書いてあります。もうその計画通りです。なのであの10月7日なんて関係なくて、もう本当にプランダーレット、PLANDALET プランダーレットを検索してみてください。調べてみてください。あ、すいません、最後にありがとうございます。またあの有志の会の方に伺うんですが、今後、国に対して何か行動は、するご予定はおありでしょうか。国に対しての行動は今すぐ何かするしようというのは考えておりません。今回の報道に関係する今後の予定ですと、先ほど報道機関への要請というのを申し上げましたが、これをまたその上川大臣への要請文と同じようにちゃんとした文章にして、でそれを報道関係の各機関に提出するというのを企画しております。とあとはデモに関して言及した明日の渋谷のデモです。それが私たちの今後の予定です。はい、ありがとうございます。終わる前に一つだけ今、ご質問で、イスラエルはあのハマスに対する報復だと言って、攻撃しているけどもというお話に関連しますが、今日あの国際法の前田先生もいらっしゃるので確認しておきたいことの一つとして、あのイスラエルは報復だと言ったり、あのまあ、ハマスに対する自衛権ということを非常に言うわけですね。でただ私の説明の中であの説明し忘れてしまったんですが、今やっぱり西岸とかガザというのは、あるいは遡れば1948年以来、事実上のイスラエルがこう武力でこう領土を拡大していって、パレスチナは絶えず占領されていくという中で、パレスチナは占領されている側、イスラエルは占領している側ですね。で国際法上、これ前田先生の方が詳しいと思うんですが、自衛権というのはあの占領下の人々に対する反撃のことを自衛権と呼ばないわけですね。で、確か2004年のですかね、例えば西岸との、 あの分離壁を作るのに対してイスラエルはテロリストからの自衛のためだと言ってるんですけど、それに対して2004年頃に確か国際司法裁判所の、勧告的意見というのがあって、占領地に対しては自衛権って行使できない、占領してる側が占領している相手の民衆に対して自衛っていう権利って持ってないので、それ自衛権っていうのはありえないってことを、国際的な司法の判断が出てますので、今回 の、 あのハマスの攻撃に対しても、あのハマスの作戦に対しても、占領している側にイスラエルが占領している相手の民衆に対して自衛権を持っているってことはないってことを確認したいと思いました。以上です。ありがとうございました。I also want to add, it's very simple. It's never been about self-defense. Have you ever heard about a victim able to control the water, electricity, food, want to enter the district or the area, who are allowed to enter, who are not allowed to enter? Like, it's a common sense. You don't need to have a degree or like a specialist to know this, that this is sounds ridiculous. It's never been about self-defense.And I also want to add that any country, any people under international law that's considered to be occupied has a right to defend themselves with any means. Thank you.あ、今ちょっと付け加えたいんですけれども、本当にこれは単純なことであって、もうこれは全く自衛とは言えないことである。だってその被害者側だって言っている人たちが電気や食料、水っていうものをコントロールできる立場でありますか？そうではないと思います。人が領土を出入りすることをコントロールする側が被害者ですか？そんなことありません。もうこれは本当に
単純なことであってスペシャリストであることも必要ないし、何かすごく専門家である必要もないくらいのもう常識です。だからもともと本当に自衛っていうことでは全くありません。でもう一つ足したいのが、やっぱりこう占領されている側っていうのは必ず自分たちを守るために戦うっていう権利があるんです。I just have a final comment. This is especially to press and media. You know, it's your responsibility as people in this industry to tell the truth, right? And to show things how it is, not how somebody above you wants you to show it. So it's your duty as a journalist or reporter or producer or broadcaster, whoever you may be inthe news industry, is to tell the truth. That is what the news was made for. Not to tell two sides or different sides of the story. Yes, generally telling different sides of the story makes sense. But in this case, if you're putting a Palestinian with an Israeli in the same room, it's like you're putting a rapist and a rape victim in the same room, asking them to reconcile and find peace. It doesn't make sense.You cannot do that. You cannot put somebody who's been oppressed and occupied with somebody who's been occupying them and tell them to find peace and tell them to reconcile. I know we all want peace. The whole world wants peace. But it's not about peace when you're oppressed. It's about liberation. So this is your duty, and I really hope that you guys take this on to yourselves every day when you do your job, to always tell the truth. Thank you.これはプレスやメディア関係者に伝えたいことなんですけれども、あなたたちにはこの業界で働いているってことは責任があるんです。真実を伝える責任があるんです。それを見せるっていうことがあなたたちジャーナリスト、記者たち、プロデューサーであろうが、放送関係者であろうが、ニュースは真実を伝えるためにあるので、それを肝に銘じてほしいんです。これ両側とかいろんな人たちの視点を見せる、それは分かるんですけれども、上の人たちがやっていることをそのままやれって言っていることをただ伝えるのではなく、まあ、いろんな視点を見せるっていうことは分かるんですけれども、ただ今回に関してパレスチナ人とイスラエル人、その両者を同じ部屋に立たせるというのは、レイプを行った人とレイプ被害者を隣に立たせて、お互いで和解しろ、平和を見つけろって言ってるのと同じことなんです。そんなこと許せません。でしてはいけないことなんです。こう占領されている側、非占領者が同じ部屋に入って今平和を見つけろ、そんなことできるんですか。そういう平和ではなく、今もちろん誰でも平和っていうものを欲しがってるのは分かるんですけれども、そんな平和、そんなところのもとに平和は成り立たなくて、まずは解放、解放があってこその平和なんです。それを覚えていてください。それを今仕事をしている中、絶対に忘れずにやっていってください。Hi everyone. So I just have a few words that I'd like to say. How long is this gonna keep going on?How many people have to die for the world to actually wake up? How many children have to die for the people to wake up? I got a message this morning from a family member of mine saying that 5 of her family members have died, including a 3-month-old baby. Can you tell me what the baby did? What did the baby do to die? This friend of mine, she goes to another family member's house and leaves her baby with the grandmother. Within 2 minutes, the family members are down the street just to grab something from what they think can be left of any grocery supermarkets, as if there is any left. 5 minutes, they're gone. The whole entire family is gone.Last week, another common cousin of mine, down the street,
walking with his kid who just happens to be 5 years old, gone, dead, within a second. You know where he was? He was at Rafah because he was trying to leave Gaza. They caught him. What did all of these people do? Is it normal for you to get in a fight? For you to push someone and the other person just stabs you with a knife? Sorry, not stabs you with a knife, kills you with tanks, helicopters, any kind of weapons they have just because you pushed them? Oh, and then after that, they take over your home. Let's not forget that. They rape your women, your children. Trauma that lasts for years and years and years and years to come. You know what they think they're doing, but they're actually not doing? They think that they're going to kill each and every single Palestinian that they can. But do you know what they're doing? Stronger generation, more resilient children, more memories. Do you think that the whole world is going to condemn Hamas? Do you know what they're actually doing? Israel has weapons. Israel has airplanes. Hamas has nothing. Everything that they have is something that they created with their own bare hands. And whatever damage Hamas is doing is nothing in comparison to the damage that the Israel has been doing since it was created on someone else's land that doesn't belong to them. Do you know how ridiculous that sounds? I have a cousin that, I have a cousin of mine, okay, who was 5 years old. Because of the war crimes that were left, because of whatever was left of the war, the child was going down the street just to go to the supermarket, walks down, eats a piece of chocolate, she dies right there on the spot. Black vomit, she dies right there on the spot. What did that five-year-old child do? What did she do for this to happen to her? This is just one small story of many, 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 many stories of people who have been displaced, who have been murdered, who have left with no family, lasting trauma, who can no longer bear children, the people who are actually scared to bear children now, thinking that if I bear another child, will I get to see that child grow up? I'm one of those people. I'm one of those people who's afraid to get another child because is this child going to survive? Is this child going to live to see its fifth or its 10th or its 18th birthday or even its first 3 months of life, just like that child that died this morning? How long does this have to go? How long? How long can these countries stay quiet? Sorry, but how long can the media keep on lying and taking Israel's side? How long do we have to do this for? Why can't our children grow up? Why can't our children have the same advantages as other children in the world? Why can't they have an education? Why can't they just be happy and play with toys or enjoy even the smallest necessities like air? They can't breathe air, normal air. Do you know how toxic and polluted the air that's over there in Gaza is right now? It's full of dead bodies under the rubble. How long? What did these kids do? What did they ever do to deserve a life like this? Why isn't everyone speaking out? Everyone that has a platform, why aren't they speaking out? So that's why I'm here. I'm speaking out on behalf of all the Palestinians all over the world, all the people who have been oppressed all over the world, and I'm telling you, stand up, speak up. Don't let these children die alone. The children did nothing to deserve this. Absolutely nothing. Thank you.私が言いたいことは、これがどれだけ長く続かなきゃいけないんですか。世界が目を覚ますまで何人の子どもたちが死ななきゃいけないと思っているんですか。今朝私はメッセージをもらいました。そのメッセージは家族5人が今日殺されたっていうメッセージです。その5人の中には3ヶ月の赤ちゃんがいました。何をこの赤ちゃんがしたと思っているんですか。なんでこんな子死んでいいって思えるんですか。その友達はただそばの家族の家へ行こうとしていただけです。その時に赤ちゃんをおばあちゃんのところに預けて2分です、2分の間
もしかしたらここに食料があるかもしれないと思ってスーパーの方に行って何かが食料があるかと思ったその5分間で家族を亡くしたんです。先週いとこは 5歳児のいとこを亡くしました。それも殺されました。その子供も5歳児の子供が殺されました。その子供はガザを離れようとしてラファにいた子供です。この子供は何をしたって言うんですか。ヘリコプターや戦車、そこからそれらを使ってイスラエルは彼らを殺しているんです。家を奪っているんです。女の人や子供たちをレイプしてるんです。こういうトラウマはもう何代にも何代にも続くトラウマです。彼らが何をしたって言うんですか。なぜパレスチナ人がこうやって殺されていいと思えるんですか。ただパレスチナ人がどんどん殺されるにつれどんどん私たちの子供は強くなっているっていうことも覚えていてください。世代世代にどんどん強くなりどんどんいろいろな記憶にこういうものが残っていく。イスラエルにはいろいろな武器があり、ただハマスはイスラエルと比べて何もないに近いんです。イスラエルのようなものを持っているわけではないんです。ハマスが持っている武器っていうのはもう本当に手で作った武器です。イスラエルとは全然違う状況であります。イスラエルはこれは建国以来ずっとし続けていることなんです。私の5歳のいとこはそれに殺されているんです。こんなような戦争犯罪のもと殺されているんです。子供が食料を探しに行ってる間殺されているんです。私のいとこは別のいとこはチョコレートを食べてそしたらいきなり黒いものを吐き出してその場で死にました。そんな彼女は何をしたって言うんですか。これは本当に無数の物語の中の本当一つの話だけです。本当一握りの話だけのことです。これが何個でも無数に今起きているんです。たくさんの人たちが追放されてたくさんの人たちが虐殺されているんです。もう何人の子供たちが殺されることを見なきゃいけないんですか。知らなきゃいけないんですか。何人の子供たちがこの恐怖の中に生きていかなきゃいけないんですか。今いろんな人たちはパレスチナの人たちは子供も産みたくない産めない状況だと思っている。私も同じに思ってます。もう子供は産めないと思います。なぜならその子供は本当に5歳の誕生日10歳の誕生日18歳の誕生日を見れるのかっていうのがわからないからです。3ヶ月っていう命も生きれるかもわからないからです。それなのにこんな状況なのになぜ国々は今黙り続けてるんですか。黙認してるんですか。メディアはなぜ嘘をついてるんですか。どれだけ長い間この嘘を続けなきゃいけないと思ってるんですか。なぜこの世界では子どもたちが生きていけないんですか。なぜ普通の子どもたちが教育を受けられないんですか。おもちゃで遊べないんですか。なんでそんな世界なんですか。彼らは今呼吸もできない空気の中にすごい今大量の毒物があるんです。だって周りには死体ばかりなんです。死体ばかりを息しているっていうそんな空気を毎日吸ってるんです。この子供たちは何をしたって言うんですか。なぜみんな声を上げていないんですか。今すぐ教えてください。なんで今立ち上がってないんですか。私は今パレスチナ人のために今声を上げてます。でも世界はみんな一緒に声を上げていかなきゃいけないんです。立ち上がって声を上げていかないんです。いかなくてはいけないんです。子供たちには何も罪がありません。ありがとうございます。それではそろそろお時間も40分になりましたのでこれで記者会見を終わりたいと思います。今日お集まりいただいた皆様本当にありがとうございました。